いきなりハツラツとか、お前ちょっと現金すぎだろ。女の子は意外とリアリストなの。現金なくらいがちょうどいいんだから。もうちょっと甘々な会話しません？せっかくの桜並木が台無しだよ。まあ落ち込まれたままよりはいいけどさ。で、意味じゃ俺もリアリストなのかも。やっぱりなんだかんだで君は優しいな。性格が悪い人ほど、あ、相手がこういうことしたら喜ぶんだろうなっていうので優しい仕草を見せるからね。実は性悪っていう話を聞いたことあるけど、主人公まさにそのタイプな気がするわ。腕に飛びついてきてギュッとしがみつかれる駒形の柔らかさが腕にダイレクトに伝わってきてドキドキしてしまうぞこれ。なんでこれを想定していなかったお前は。なんか彼氏というポジションになった瞬間に頭悪くなったなお前。早まった。これ確実に晒し者になるよな俺。みんなに見られるよな。な、もういいじゃん。エレクトリカルパレードやろうよ。てんてけてんてんやっちゃおうよ。みんなが見てるからするんだよ。だって私たちは秘密のお付き合いってわけじゃなくて交際を宣言済みのカップルなんだから。あー、なんか想像以上に大胆だねゆずき。付き合うと、なんか付き合う前はおしとやかというか奥ゆかしさがちょっとあったけど、割と公衆面前でべちゃべちゃするタイプの彼女なのかゆずきは。むしろ堂々と見せつければ君に寄ってくる女の子の心配もしなくて済むしね。なるほどね、策略というわけか。これはもう自分のラブな気持ちを主人公にアピールできるし、周りへの牽制にもなるしで一石二鳥だもんな。なんたる策略だ。恐ろしい子。恋する女の子はどんどん強くならないとね。店長も言ってたもん、戦争だって。なるほどね、しかも独占欲強いもんねゆずき。なおさら実は管轄内だったのかこれ。なるほど、あの店長ならそれくらい言いそうだ。っていうか何吹き込んでんだあのおかま。そうだね、でも勇気づける意味もあって店長はいいお言葉をくれたからね。一概にダメとは言いづらいんだよなあいつ。胸が、駒形のたわわな胸が。そういえばプール以来やね。あの時水着だったけど、制服になった今、カップルっていう事実に着目すると、今の方がちょっとドキドキしちゃうね。人前で腕を組んでることを見られるよりも、胸が腕に押し当てられている事実の方が、はるかに俺を落ち着かない気分にさせる。あ、あのさ、なつうか。当たってる？おい。全部策略というのか、ゆずき。恐ろしい子だよ、君は。ちょ、わざとかよ。わざとじゃないけど、こうやって腕をギュッてすると、自然に当たっちゃうよ。女の子ってどんなにおっぱい大きくても、おっぱいの先端の感触って存在するのかね、やっぱり。あ、当たってるな、みたいな。それじゃあ、控えめに組めばいいだろ。ここまで抱きしめなくても、腕は組めるわけだし。というか、あまりにひっつきすぎてて、ちょっと歩きづらいんだが。おい、機能性の話すんなって。女の子と付き合うってそういうことだからね。もう自然と歩くペースも落ちるし、歩きづらいしで、いいところないんだから、実は。うん、それもちょっと考えたんだよね。さすがに胸を押し付けるのはどうかと思ったからさ。おうおう、一応分かってはいるんだ。分かった上でやってんだ、ゆずき。ちょっと立ち悪くない君。うむうむ、清純派らしいセリフに俺は安心した。まだ言うかそれ。もうこいつに正の字もねえよ。でもそれ以上にギュッとしたかったから、まあいっかなって。前言撤回だこの野郎。あ、まあいっかななんていう軽いノリで恥じらいを捨てちゃいけません。まだ奥ゆかしい淑女だと思ってんだね主人公は。ゆずきの本性を見た瞬間に冷めないか心配なんだけど。だって前にさ、制服の胸が気になるって言ってたから、喜んでくれるかなっていうのもあって。あー、なるほどね、そういうところにも着目してね。林間学校の話を覚えてるんだ。しかもめちゃくちゃチラッと出た話題だったのに、とんでもないところの気配りに感謝すべきなのか。っていうか俺の彼女は記憶力も良かったのか。めちゃくちゃ辛辣なこと言うやん。確かにバカだけどね、ゆずきは。でも自分に興味ないものに関してはバカってだけで、自分の大好きなもの、興味のあるものに対してはとことん真摯に向き合うんだと思うよ。そりゃ君に関することは一言一句逃しませんよ。バッチリ覚えてますよ。わあ、ちょっとそのうちカップルクイズやりたいね。初めて送ったメールの文言覚えてますかみたいな。そのくらいの集中力を持って学業に挑めば勉強の方で特待生もらえたんじゃね。それは一個なしだよ、意地悪。お前らいつ歩き出すんだよ。もう腕組んだっきり歩かないじゃないか。あはは、軽口を言え、二人して笑顔になる。お、なんだかいい感じのノリが戻ってきたぞ。あ、いいじゃんいいじゃん。やっぱね、関係性変わっても急に彼女になったからよそよそしくなるとかだと寂しいからね。それでどう？嬉しい？あ、そんなリズムをつけてポヨンポヨンだなんて。音ゲー始めんな朝に。駒形のおっぱいの弾力が俺の腕を欲しいままに蹂躙を。私で真っ赤になってくれるんだ。嬉しいな。これちょっとベッドシーン早そうだな。ドエルなゆずきだからこそ早くにベッドシーンに突入しそうだ。なんて積極性なんだ。はは、恋愛戦争がここまで恐ろしいものだったとは。そうだよ、それは地上における最も激しい、厳しい、自らを捨ててかからねばならない戦いである。またなんか始まったな。学校に行かんなこいつら。って昔の偉い人が言ってたらしいよ。知らねえな、誰だそいつ。ナポレオンか。そうだったのか、もっとスイートなもんだとばっかり思ってたから意外だったぜ。ま、そういうわけだから諦めてね。駒形は俺の腕を離さずに歩き始める。二の腕を抱きしめて頬を寄せる駒形の嬉しそうな笑顔。頬を寄せる。
もう体全身を密着させようとしてるのね、こいつは。歩きづらいことこの上なしなんだが、チャンネル登録